俺は今日も空を見上げる。この何もない場所では、何もない空から物が落ちてくる。丸いもの、角張ったもの、柔らかいもの、時々おっかないものにも出くわしたりする。前触れもなく落ちてくるから、最初は驚いた気もするけど、どうだったかな。ずいぶん昔のことだから覚えてないや。物が落ちてくるのは当たり前。多分だけど、この世界にあるものは そうやって全部空から落ちてきたんじゃないかなって俺は思ってる。そうした落ちてきたものを利用して暮らすのが俺にとっての日常だ。そこら辺に落ちたものは食べられるものや使えるもの、いろいろ。自分でも不思議だけれど、落ちてきたものの名前や使い方は最初からなんとなく分かった。たまによくわからないものも落ちてくるけど、それも念のために取っておく。いずれ使い方がわかるかもしれないと思いながら。俺がここフィルージャに存在してから、そんなことの繰り返しの毎日、ずっとこの場所で暮らしていた俺は、そばにいてくれるこいつ、相棒のパッチと一緒に、そうやってずっと暮らしてきたんだ。俺たちの世界、俺たちだけの世界、そう思っていたんだ。さーて、今日は何が落ちてくるかな。喉が渇いてるし、みずみずしくて甘い果物でも落ちてくるといいな。たまに同じ形でも酸っぱかったり渋いものもあるから、その見分けがつくようになるといいんだけど。それか、あったかいやつでもいいな。肉まんとかあんまんとか。食いもんのことしか話してないな、俺。腹減ってるのかな。うん、なんだよパッチ、そんな目で見るなよ。いいだろ、腹減ってるってことは元気な証拠なんだし。それよりパッチ、お前は何が落ちてきてほしい。やだ。そっか、俺と同じ食いもんか。やっぱり俺たち気が合うな。そりゃそうだよな、ずっと一緒にいるんだし。お前と言葉が通じなくても、
何を考えてるかくらいはわかるよ。俺とお前、この世界で二人っきりの大切な相棒なんだもんな。ミャグ、ミャグ。なんだよ、じゃれついてくるなって。くすぐったいな。落ち着けよ。嬉しいのは分かったからさ。あっちの方か。何が落ちてきたんだ。ミャグー。ああ、待てよパッチ、早いって。ミャグー。分かったよ、今すぐ行くから。あい、て、ハサ、大丈夫か。うん、マグナお兄ちゃんが受け止めてくれたからありがとう。そうか、よかった。にしても、ここはどこだ。大樹の森じゃないな。見覚えのない景色だ。だだっ広い平原にいろんなものが無造作に刺さってる。で、どう見ても壊れた家じゃないか。あっちに鳥あるよ。倒れてるけど。非妖怪シルターンの建物まで。ということは、こっちのひしゃげた金属片は機械ロレイラルのものか。俺たちみたいに落ちてきたっていうのか。どう考えても普通じゃないぞ。やばい気がする。そうだ、アメル、アメルはどこだ。ついさっきまで一緒にいたのに。スネーちゃん、どこ。わからない。もし一緒にどこかへ飛ばされたのなら、近くにいてもおかしくないはずだが。まずはアメルを探すとしよう。この場所がどこなのかを調べるのは後でもできる。合流することが先決だ。パッチ、この辺か。何か落ちてきたって場所は。あ、やばい、隠れるぞ。何も落ちてないぞ。本当にここなのか。ミャグ。あ、分かったから怒るなよ。誰だあいつ。西王国では見かけない変わった格好をしてるけど、なんだか変な動物を連れてるぞ。召喚獣なのか。ハサ、あいつらは悪いやつか。
宝珠でわかるか。ちょっと待って、あれ宝珠力が出ないよ。なんだって、一体どういうことだろう。ぼやけて見づらいけど、大丈夫、綺麗な心、悪い人じゃないみたい。それにそばにいる子、あの召喚獣か。よし、それならここがどこか教えてくれるかもしれないな。それにアメルを見かけてるかもしれない。思い切って声をかけてみるか。パッチ、やっぱり何もないぞ。ここじゃなかったんじゃないか。別の場所を探そうぜ。ミャグズ。なんだよ、どうかしたって。いや、君はこの辺りに住んでるのか。出たな、ティル。こいつで懲らしめてやる。待て、俺たちは怪しいものじゃない。だから落ち着いて槍を下ろしてくれ。そう言われると余計怪しいって。喋るティル、まさか新種発見なのか。は？お兄ちゃん、やっぱり怖い。心配するな、ハサ。俺がついてるから。けど、彼も相当に慌ててるみたいだな。ニャーグブー。ティルじゃないって、どういうことだよ、パッチ。まさか、落ちてきたのは、こいつらか。ニャーグ、なんてこった、はあ、もしもし。やっほー。ああ、すげーぞパッチ。すまないけど、君、ここがどこかだけでも教えてくれないか。どこって言われても、ここはフィルージャだよ。あとは森とか原っぱとかで名前もないし。フィルージャ、ハザー知ってるか。だよな。リーンバウムの地図で言うとどこなんだ。リーンバウム、食べ物の名前か。なんだかすっげえうまそうな感じだな。リーンバウムを知らない。でもなんか初めて聞くのに切ないっていうか、胸がキューってなる名前だな。なあハサハ、落ち着いて聞いてくれ。どうやら俺たちリーンバウムとは違う別の世界に飛ばされちまったらしい。って全然怖くないのか。お兄ちゃんが一緒だから
光に包まれてふわっとした時、気づいたの。シルターンから呼ばれた時と似てるかもって。召喚された時と同じってこと？ってことはやっぱり俺たちは異世界に召喚されたってことか。誰の仕業なのかはわからないけど。あ、どうかしたか？君が俺たちのことを召喚したのか？召喚？なんだそれ。やっぱ違うよな。うん。君の名前は？名前ね、ラージュって名乗ってるぜ。名乗ってる？頭の中に浮かんできたのを自分でつけたんだ。結構気に入ってる。お前の名前は？ああ、俺はマグナだよ。こっちの子はハサハ。マグナにハサハか。よろしくな。なんかすっげえ嬉しいな。こんな風にきちんと話ができる誰かと出会ったのは初めてなんだ。そうなのか？うん、俺はずっとこいつと二人っきりで暮らしてたからな。ミャグミャグ。その子のお名前は？ポッチだよ、俺の相棒さ。護衛獣じゃないのか？パッチはパッチだ。護衛獣なんて名前じゃないぞ。いや、名前じゃなくてさ。この様子だとラージは召喚術について本当に何も知らないみたいだな。たまたまここに居合わせただけってことか。なあなあ、召喚とか護衛獣とか何なのか説明してよ。すっげえ気になるって。ああそうだよな。じゃあ簡単に説明するけど、他の世界の連中を呼び出す魔法か。すごいな、マグナはそんなのが使えるなんてさ。ああ、その召喚術で俺が起用界シルターンから召喚したのがアサハなんだよ。ずっと一緒に暮らしているんだ。そういう存在を俺たちの世界では護衛獣って呼ぶのさ。なんかややこしいけどさ、つまりハサハはマグナの相棒ってこと？まあ間違っちゃいないかな。どうした、ハサハ？カメルお姉ちゃんのこと探さなくていいの？そうだった！どうかしたのか？急に慌てたりして。連れの女の子とはぐれちゃったみたいなんだよ。アメルって言うんだけど、多分一緒にこの世界に飛ばされてきてるはずなんだ。そりゃ大変だ。どこに落ちたのか急いで探さないと。手伝ってくれるのか？当たり前だろ。だってマグナたち困ってるんだろ。
なら手伝うさ。俺もっとマグナたちから話を聞きたいし。アメルって女の子にも会ってみたいし。そうだよな、パッチ。ミャグミャグ。そっか、ありがとうラージュ。どういたしまして。なあ、このフィルージャじゃ人や物が落ちてくるのって当たり前のことなのか。物はしょっちゅうだよ。生き物と出くわしたのは初めてだけど。俺とパッチはさ、そうやって空から落ちてきたものを利用して暮らしているんだ。ここではみんなそうしてるのか。他の人のことは知らないな。そもそも会ったことないもん。言っただろ、俺とパッチの二人っきりだって。ああ、そうだったっけ。ごめんごめん。だとするとそう簡単には帰れそうにないぞ、これは。どうした、ハサ。一つ訂正。マグナたちみたいに話の通じる相手は初めてだけどさ、言葉の通じない得体の知れないおっかない奴はいる。な、はぐれ召喚獣。よくわかんないけど落ちてきたものの近くに出てくるんだよ。だからその女の子も早く見つけてあげないと。危ないってことか。クソ。マグナ、剣が使えるのか。まあそれなりにね。よし、だったら二人で力を合わせてこいつらを追っ払おう。わかった。よし。はっ。よし、こんなとこかな。さてと。よっ。よし、来た。よし。
さてと。よっ、よし来た。よし、これでどうだ。行くぞ。よし、行くぞ。この調子で行こう。まずいな。はっ、よし、ざっとこんなもんかな。みんなお疲れ様。
Yeah.